YSA1 ルーユリアンユーズ SA1 なんだろう、テスティングでいいんかな、いろいろ試してる最中とのことです。誰か教えてあげて。さあ中継もおやすみ。放送は戻ってくるが着信中足、膝がきつい、ダメだけ。プレファランス練習だけ。うわ、うまっ。パームハンママウンテン、あー、エクスピア打っていって固めるが、移動投げは吸えず。これはじりじりしてる。あー、歩き速い。ボディ入って、うおい、わー、がまますぎる。ボディからハンマーじゃねえんかい。壊しミートは欲張りすぎだろ今の。第2ラウンド今のジャイアンプリはやばいね。さあチュンリーリマックスはありますが、ちょっと使いどころに困るか。地上戦を丁寧にやってヒューゴが画面足で押し込んでいく。ジャンプだけ、ボディとはタイミング変えてきた。5パーハンマー、シュートで寄って投げる。ハンマーどこまでいる。中段ガード、ミートは止めたが投げる。画面足、攻撃で死ぬかこれ。あっ、ジャンプダイバーン、リーチ長い技置いてました。焼き鳥は回避したものの、その後後ろで正座してますね。銃剣はトミニー、これは地獄の組み合わせですが、さあどうなるか。 YSB vs トミナガ、トミニーの SA は当然2番目。あー、バックジャンプ銃剣きつそう。パーム、いやジャンプタイパーも強い。これはエクストリゲー、ボディは当たんない、ダッシュ投げ。牽制技のね、この質がちょっとかなりしんどいですよね、ヒューゴ側にとっては。本当にさあここはムーン、ジャンプ中継の打点が高すぎるな。なるほど、チラシ、うわ、スイージャンボディ読みも入れてる。ダッシュを後半立ちだっけで止めて、はムーン、うわ、ん、怖っ。次はガード、しかしじゃあ大ケイが、大パンが入って裏回り、上り5番パーム、 YSB 優勢。ハウスなんですが、これ富永ハウスでもあるので、寄りすぎると地獄を見ます。これはパーム、パーム中足と読み合いあったようですが、ゲージ入ったのはトミニの方。リバーサムーン、エクセストはガード、ボディ入る、コパハンマー、置き攻めはシュート、シュート、3回目はハンマーマウンテン。全部読み勝って YSB 勝利。